聞いてたもん。マジみたいな。あれでしょ。今イケてる農家でしょ。サブスクでずっと払ってたジムに全然行ってなかったんだけど、最近行き始めてて、また。じゃあタンパク質で。そう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 。でその時にやっぱお腹は減るから、米の代わりにオートミールして野菜カレー作ってすごく食ってんだけど。いいね。野菜カレーってさ、あの要はスパイスカレーじゃなくて家カレーのさ、サラサラした美味しいやつ。何が合うんだろうって言っていろいろ試してみたら、もうゆで卵とツナ。最高だね。そうそうそう。久々に聞いたケースもおいしい。どんな味？俺は完全に今米の口だったから諦めた。どんな味？エビカツ。エビカツタルタルキャベツパン。ああ、それ手前やつやな。レシピ紹介。あん時安全やんな、めっちゃ安定感。やっぱ普段乗ってるだけあり。ああ、タバコ臭い前の車ね、すごい。なんか来るね。来るよね。あの喫煙者の匂いが。そう、秋な感じが、ね。そうかね、9月も終わるのか。いや俺絶対来たもん。あ、そう。誰と来たか、こん…だったかな。え？嘘？そうこんなところで気づくわけないみたいな。それは俺普通に見てるわ。リュウ。事前の話じゃないじゃないですか。事前のアンケートに書いてみたいです。
メやつな。今日は専門家のガールズも生まれ切って、彼女はイグイル大学から大学准教授のそんないるイメージはなかった。彼女は今いらっしゃるんですか、ガールさん、専門家として。本物ないわ。いるかいねえかって思う。ブルフラブについてる。いた方がいい。いた方がいい。その通りだ。間違いない。いないんだよね。いないんだよ。いそうなの。意外に。いた方がいいってマジ真理。真理。そりゃそう。真理やな。いた方がいいよ。多分。来るときここで話しててさ、まゆこちゃんと言ってる今インスタブロックし合ってる。あれめっちゃおもろいね。定番のお前からじゃなかった。もうあ、なにみんな集中の技術なの。俺がめっちゃおもろいから。